私あの今うつをちょっと患ってまして、あのなんでうつになったのかと根本を探っているところ、自分の親にちょっと虐待を受けてた時期がありまして。Started to look back how what has triggered and in my youth I was abused by my parents. Yes. あの、今日はエクササイズを初めて教えてもらったんですけど、その前まではあのごめんなさい許してくださいという、クリーニングをやってたんですけど、どうしてもこう拒絶反応が出てきて、なんで俺がやらなきゃいけないんだっていう気持ちにどうしてもなってしまうんですけど。Like a thank you and I'm sorry I love you and yep. But the feeling comes up like how come do I have to feel sorry and how come do I have to do this? That feeling comes up. But he doesn't have to do it. He doesn't have to do it. Yeah. 別にあなたはしなくてもいいわけですよね。しなくてもいいんですけど。で苦しみ続けてもいいわけ。苦しみ続けたくないもんですから。But I don't want to continue to suffer. But then you have to make amends.苦しみ続けたくないならば、そこで悔い改める必要があるわけですよね。You have to ask yourself, why you're cleaning? Because something, you did something to your parents. で、ここで聞かなければいけません。あなたはクリーニングしているわけですよね。そして、あなたがあなたの親に対してしたことが何かあったわけです。They come back and do it to you. そして、それがあなたのところに戻ってきているわけです。ですからあなたはこれを解消しているに過ぎないわけですね。で、両親との親との間に何あったしがらみ、しがらみによってそこに虐待という事実が起きたわけですよね。そしてそのそこを解消していかなければいけないのですが、あなたには選択があります。今。そこで、そのしがらみを手放していくのか、もしくはそこにしがみついていくのかという選択です。答えは一つしかないっていう持ってます。が、いまいち心がうまく整理できないというか、なんか被害者意識がどうしても出てきて、でも苦しみたくないっていうこう。で、あなたは自分自身に対してそれをしておられるわけだ。何度も何度も何度も自分の中でそれを再演しているわけです。だからそれは自分自身に対してそれをしてしまっているわけですよね。そしてそこを今解消する、してしまったことをアンドゥーする、解消する選択肢があるわけです。難しいだろうということは私にも分かりますよ。でも苦しむのかそれとも手放すのかいずれかなんです。分かりました。ありがとうございます。 Thank you. Thank you for the 質問させていただきありがとうございます。いらしてくださってありがとうございます。 So I get to clean with this. でおかげで私もここの点についてクリーニングをすることができました。そして他の方たちもこの点に関してクリーニングしていることを私は希望しています。なぜならばあなたの問題は我々の問題です。他のみんなもクリーニングしていることを私は希望しています。それによって私たちはあなたに言うことができるでしょう。私たちはあなたを愛していますよと。ありがとうございます。Thank you. 決意が決まりました。I'm determined.